本日のワインはこちら。はい、どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。さあ、ということでまたね、場所を移しまして、今度はですね、ついにドイツですね。ドイツに入国いたしました。で、場所がですね、今いる場所はシュトゥットガルトっていう都市の少し南の方にある場所にいますね。まあ、ちょっといろいろあってここにいるんだけど、それはまたいずれお話します。で、ここの地域はね、基本的にワインでいうとシュトゥットガルトの周りのワイン産地っていうのはビュルテンベルクっていうふうに呼ばれてることが多いから、まあ、昔から呼んではいるんだろうけど、だから一括りにバーデンみたいな感じにされてしまってる時があったんだけど、まあ、すごくあのワインの産地としては個性があるので、今そのシュトゥットガルト、今いるここのね、僕たちがいる場所のワイン産地としてはビュルテンベルクという場所になっております。なので、そこの地域のワインを飲みたいと思います。当たり前なんだけど当たり前なんだけど。で、先ほどスーパーに行ってきて、スーパーでいろいろワインをね、物色しながらどれにしようかなと思ってたんだけど、やはりこのビュルテンベルクの、まあ、有名な品種としてはこのね、赤ワインのトロリンガーっていう品種があって、これはね、実は俺もよく知らなかったんだけど、こっちに来て調べてたら、このビュルテンベルクのトロリンガーがすごくあの、まあ、有名な品種というか、まあ、このビュルテンベルクのこの共同飲料みたいなね、共同ワインみたいなのはもうトロリンガーらしいんだよね。初めて知った。で、しかもこのトロリンガーっていうのはイタリアの北の方のね、あの産地で、作られているスキャーバっていうブドウがあって、それとまあ同じ、というふうに言われているみたいで、それも知らなかったんだけど、そうなので今回はこのね、ビュルテンベルクのトロリンガーをやっていこうと思いますね。作り手がちょっとね、スーパーで買ってきたワインで、この辺はね、協同組合が多いみたいなので、協同組合なのかもしれない、バインファクトゥムバッドカンシュタットみたいなね作り手ですね、のトレーニングの、2021年の若いね、フレッシュな感じだね、をやっていこうと思います。ゆきおとワイン。色合いかなり淡いね。もうちょっと濃いめのロゼぐらいの淡さかもしれない。うん、でも綺麗だね。うんうん。それではいただきます。トロリンガーですね。淡いね、結構淡い色なんだね。うわー、フレッシュフレッシュジュース、すごい。あの香りはでもね、可愛らしい果実なんだよね。もうラズベリーとかストロベリーみたいな感じの風味と、もう本当でも軽い感じのね、うん、フレッシュな感じ、そのシンプルな、香りだね。なんとなくお花っぽさもあるけど、うん、なんか新酒を飲んでるかのようなフレッシュさがあるね、香りには。なんかでもややそのスパイス感というか、そういうのも持ち合わせているので、フルーティーフレッシュのみではないぞっていう雰囲気は出てるけど、でも本当飲みやすい感じの香りというか、そういうのはもう大半にはあるね。でもね、うん、でも面白い、すごい個性がある気がする、すごく、うん、このフルーティーの中にちょっとしたそのスパイスというか、ちょっと黒っぽい果実も多少見えるような感じの、なんかそういう部分もありながらも、思ってはすごいフレッシュな感じというかね、すごく面白い。うん、いただきます。いや、フレッシュだねまんまフレッシュ。酸もしっかりあるかな、うん、結構しっかり感じるね、うん、いや、これは結構、これもガブガブ系だねうん、なるほどね。なんかそういうもうこう気軽にガブガブ飲めるようなタイプ、
でも綺麗だね、全体的な作りとしては綺麗。なんかすごくこのやぼったく土着の雰囲気っていうよりかは、意外とこうシュッと綺麗なね、端正な作りになってると思うんだけど、そこに可愛らしさが入ってくるような感じかな。うん、美味しいです。うん、やっぱりこういうのは郷土ワインっていうぐらいだから、まあね、飲み物じゃねえや、食べ物と合わせていきましょう。おつまみたっぷりご用意してます。今回はこのパンだね、これは近所のパン屋さんで買ったパン、美味しそう、香りがいいんでね。でそこに塗るチーズ、まあ、クリームチーズみたいなの買ったつもりなんだけど、多分それっぽいと思うんだけどね。とあとこのねハムがね、ビアシンケンっていうこのハムとソーセージの中間みたいな、なんかそういった感じのハムと、このねこれですよ、ミッドブルスト、メッドブルストかが、生の豚のソーセージみたいなチャレンジします。出揃いました。これがビアシンケンで、これがメッドブルストか、どうなんだろうな、どうやったっけのこれ、どうやって食べるの気になります。でこれが、パンですね、フュンフコーンブロートかな、五穀のパンみたいな、五穀を使ったパンか、こんな感じですね。これもねいい感じ、ぬる系だったね、よかった。うわわわわわわ、開きました。ここから絞り出しましょう。ではちょっとパンを作りますね。パンは作らんわ、これのオープンサンドを作るかな。チーズ、なんかこういう食べ方がね、いいっていうのを奥さんがね、調べてくれて、でこのソーセージとハムたちもドイツ来たらこれ食べなさいみたいな、こういうのがいいよっていうのをね、全部奥さんが調べてくれてねそれを買ってきたっていう感じなんだけど、さあどうかな。メッドブルストの方は半分塗って、半分はちょっとこれ塗らないで一回食べてみようかな。ちょっと待って、こんだけ出したらいいのかな。これちょっとスプーンを使って広げていこう。おお全然食べる作ることに集中しちゃって、こっちはもういいね、できました。まだこれビア神剣の方からいただこうかな。うん、うまっ、非常に美味しい。なんだろう、もう全部一緒になっちゃってるから何が何の味か分かんないけどただこの風味がすごくいい、パンとこのチーズかな、よくて、このね神剣、ビア神剣かなりうまみ強くて、でも全然しょっぱくないしさっぱり食べられるんだけど、美味しいね、素晴らしい。メットブルストだね、いただきましょう。まずはシンプルにチーズを塗ってない方を食べていいかな。これとパンだけの相性はどうなんだろう。いただきます。うん、めちゃめちゃうまいめちゃめちゃうまい。大丈夫だよね、生だけど、生大丈夫だよね、うん、やられたら自己責任だからね、大丈夫だと思う。めちゃめちゃうまい。でもこれ多分ね、ちょっと玉ねぎが入ってるから、それによってこの何ていうかな、肉だけでない風味もあるし、玉ねぎの風味と食感も出るから、なんかそれがすごくいい。でちょっとやっぱ塩気あるのかな、塩気ついてるのかな、やっぱもともと、うん、程よくね、それがちょうどいい。めちゃめちゃうまい。本当に生肉のタルタルっぽい雰囲気はあるんだけど、そんなにガツンと強く来ないというか、まあ牛肉じゃないからね、もちろんね、牛肉も売ってたんだけど、なんか豚肉の方がなんかこう本場的な感じだったから、豚肉買ってきたんだけど、美味しいね。ちょっとチーズの方も食べてみるか。うん、チーズの方が美味しいこれはうまいね。合うね、合いますね、美味しい。うん、なんか本当に、まあ、レバーパテまではいかないけど、なんかそういう本当にパテの感覚で使える、まあ、ソーセージっていう感じなのかな。めちゃめちゃうまい、いいね。いや、やっぱこういうハム、チーズ、パン最高だね、これね、めちゃめちゃ。でパンもね、少しライ麦、まあ、五穀のもうハムの香りしかしない。うん、やっぱライ麦入ってると思うな。
で少し酸味系の香りがして、でこのやっぱりこの五穀穀なんていうの、雑穀なんていうの、それがすごい香ばしいから非常に全てとこの風味がマッチしてきて美味しいですね。うまいね。うん、非常に全てとマッチして美味しいです。最高、いいなあ。この合わせ方超いい。ワインも軽いからね。このハムとソーセージもなんか重そうに見えるんだけど全然重たくないから、結構軽く入ってくるから、あのワインもちょっと軽めの赤でちょうどいいと思う。なんか重たいのだとね全然ワインが勝っちゃうというか、うん、このぐらいのトレーニングの結構軽快な感じのフルーティーなタイプだと、なんかこのじわじわっと染み込んでいく感じかな、お互いがね、料理とワインとすごくいい感じです。いいな、フレッシュでいいですね。最高です。こういうのいいね。もうなんか土地のものを合わせていく感がすごい今回ある気がするいいです。うん、いやフレッシュでどんどんいっちゃうな。これ一応 12.5 あるからね、うん、どんどんいっちゃう。いや素晴らしい、美味しいワインとおつまみ、パン、ハム、ソーセージ、チーズでございました。はい、ということで本日ご紹介したワインはバインファクトゥムの、バインファクトゥムバッドコンスタットバインファクトゥムのバッドカンスタットの、トロリンガ2021年でございました。非常にフレッシュフルーティーで、ね、素晴らしいその土地のワインという感じでございましたね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタグラムのフォローしていただけると余興がハッピーになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。余興でございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。